吉野くずは、谷崎純一郎の中編小説。その一時天皇、その二芋瀬山、その三発音のつみ、その四狐、その五くず、その六入りの波の全六章からなる。五南町を題材とする歴史小説を兼ねて構想していた私が秋の吉野で案内役の友人から打ち明けられた母恋の身の上話に惹かれていく物語。 1931年、雑誌、中央公論1月号と2月号に連載された。初収録は、1932年2月に、中央公論者より観光の、盲目物語。その後、1937年12月に、純一郎六部集の一冊として、草原社より、単行本化された。当時、阪神館岡本に住んでいた谷崎は、説教説。 クズの葉に取材し、吉野をたびたび訪れ、吉野を舞台とした作品、クズの葉を執筆していたが、これを破棄して、改めて友人、瀬尾健太郎をモデルとする、津村の母恋を主題とし、この、吉野クズを構想した。谷崎は、吉野山の旅館、桜花壇に滞在し、自動車で奥、吉野まで足を伸ばして、調査をし、瀬尾健太郎にその様子を報告しながら、 吉野くずを書き上げた。作品は随筆風に書かれており、極低馬金の快感驚き気境格伝の五南朝時天皇の物語を書いてみたいと思っていたという書き出しから、取り留めなく筆は進み、発表当初は失敗作、あるいはただの随筆と見る意見が強かったが、水上滝太郎は高い評価を与えた。戦後になると、 谷崎の代表作の一つとみなされるようになり、歴史小説を書こうとして書けなかった経緯を描いたメタフィクション的な作として、1980年代から中上賢治、渡辺直樹、平山常司、小森陽一らが高い評価を与えるようになった。すでに1970年代には後藤昭夫が吉野くずへのオマージュとして吉野大部を書いていた。ありがとうございます。